皆さんこんにちは、レトスマです。今回ですね、成果が出る人出ない人の違いについて皆様にお伝えしようと思ってるんですけども、じゃあ最近私が体験した話を、初めに話させていただいて、その後、本質的には一緒なんですけども、まあ、宅建に置き換えて、皆様に、その重要なところっていうのをお伝えできればと思ってます。最近あった話なんですけども、まあ、司法書士さんだったり弁護士さんだったり、税理士さんであるこの司業の方ですねと、まあ、会食することがありまして、まあ、いろいろこう、まあ、経営のお話をこうするわけですよ。でその中でちょっと売り上げがちょっと上がっていないんで、まあ、なんとかなんないかねっていうので、まあ、まあ軽くですね、ご相談されたわけなんですね。でその中で、まあ、その場なんでそれほど深く、課題を抽出するわけじゃないんですけども、まあ、今やってることとかを、まあ、お話聞いてですね、自分の中で、あ、ここはこうした方がいいな、あ、ここはこうした方がいいなっていうところがパパパッと、思いついたんで、その部分をお伝えしたんですね。そしたらその方から返ってきた、その方から返ってきた言葉っていうのが、いや、まあわかるけれども、いや、こうしていきたいんだよね。っていうような意見をもらったんですよ、逆に。で、まあそれを聞いた時に私が思ったのは、あ、この人はもう、まあこれ以上売り上げは飛躍的に伸びることはないなっていうふうに私は感じちゃったんですね。それは なぜかっていうと、基本的に結果を変えたいと、まあ、その方に言えば、まあ、売り上げを伸ばしたいっていうことですよね。売り上げを伸ばしたい、結果を変えたいっていうのがあれば、前段階の行動を変えないといけないんですよ。で、その方はこの行動を変えることができなかったわけですね。だから結果も変わんないんですよ。自分のやっぱこだわりっていうのがあるのは本当重々承知なんですけども、その、その方の経営方針に、沿った上で多少の変化っていうのは必要だと思うんですね。この根幹っていうものを変えてはいけないと思うんですよ。根幹は変えちゃいけないけれども、その他の枝葉の部分っていうのは、大いに変えていくべきだと思うんですね。その枝葉の部分も変えることができない。ってなれば、成果はもう見えてるんですよ。変わんないんですよ。で、変わんないどころか、経営ってなんかやっぱ厳しいもんなんで、周りがどんどん変えていくとなってくると、成果が変わらないどころか下がっていくんですね。お客さんを他社に取られたりとか。これはまあ経営の話なんですけども、これをじゃあ宅建の話に置き換えたらどうなのかっていうと、もう何年も何年も勉強されている方で、何回も落ちている方っていうのは、その勉強の仕方を変えるっていうことに、まあ躊躇してしまうっていうのか、なかなか変えるのが本当難しいんですよね。まあ、人っていうのは習慣で生きている動物なんで、もう身についてしまうと、そのやり方でやってしまう。まあ、言われていることはわかる。言われていることはわかるんだけども、いざこうやって勉強に取り掛かると、今までと同じやり方をしてしまうと、まあ、いう方が非常に多いんですね。ここはなんで、本当に意識をしてですね、変えていかないと変わらない部分だと思います。まあ、初めて勉強される方、勉強の仕方全くわかりません。まあ、そういう方ですと、もうすごくやりやすくてですね、はい、これはこうやってやってください。これはこうやってください。っていうふうに、もう、白いキャンバスにどんどん絵を描いていく形なんで、すごくやりやすいんですね。でも、もう、キャンパスにある程度、もう書かれているといった状態で、じゃあここはこうやって修正しましょう。いわゆる勉強を変えていきましょうってなってくると、まあ、一手間かかるわけなんですよ。ぶっちゃけると。なんで、実力を、まあ、成果をこう上げていくにも、まあ、若干ですね、時間かかります。なんで、できるだけもう早い段階ですね、行動を変えると。これをまずですね、第一歩として、皆様頭に入れて いただきたい部分なんですね。もうどんなことでもいいです。もういろんな、まあ、サイトを見てですね、これいいなと思ったら取り入れてみる。弊社の動画、まあ、いろいろ出してるんで、その中から一つ、取り入れてみると。何でもいいです。とりあえずやってみてください。で、まあ、1週間なり2週間なりやっていただいて、あ、これは成果が出そうだなって思うのであれば続けていただくと。いうことですね。で、ここでちょっと一つ、皆様に合わせて覚えていただきたい
のがですね、まあ分からない部分、あ、分からない部分じゃないね、課題点がいくつか見つかりました。あ、これはもっとこうした方がいいな、これはこうした方がいいなっていうふうに、例えばこれでやると6個、6つあるわけですよ。6つの課題点を見つけました。で、1つ解決策を見つけたから、これを解決しました。でも成果が出ないってなった時に、これをやめてしまう方がいるんですけど、これはやめない方がいいんですね。はっきり言って、もうこの結果を本当に、目に見えて出す、いわゆるもう20点だったのを40点にするということになってくると、一つ変えただけでは成果は見えないんですね。まあ確かに潜在的な実力っていうのは上がってるんですよ。でも潜在的なので顕在化してないんで見えないんですね。こう表に現れてこない、底力としてはある、でもそれが点数としては出てこないっていう時期なんですよ。そこをしっかりこらえていただく必要があるんですね。で、こらえながらどん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 課題点を、解決していく。そうすると飛躍的に成果が出てくるようになります。なんで皆様はできるだけ行動を変えることに焦点を当てながらですね、学習進めていっていただければと思います。知っているだけでは全く成果出ないんですね。まあ、今こうお話しさせていただいた内容も、まあ、知ってる方はいると思うんですよ。行動を変えなければ結果変わらない、これ当たり前の話なんですよね。それ知ってるよと言ったとしても、知ってるだけじゃ効果は出ないんですよ。成果出ないんです。知った上で何か行動に移す、行動に移さないと結果は出ない、だから行動に移してくださいっていうふうに皆様に伝えているので、ぜひですね、この行動、何でもいいです、何でもいいんで、小さなことから、一つ一つですね、課題を解決していっていただければと思います。